噂店長店長田中です。店長です。今回の企画なんですけど、もうこれ見てください、宇野のこのね、もう完全ブリーン、やばい、美容師かっていうぐらいの本当の汚さなんで、綺麗に染めていきたいと思います。よし、その前にちょっと根元をちょっとリタッチしていきます。はい、よーし。ブリーチのリタッチっていうのはすごい難しい技術になるんで、ちょっとリタッチしていきます。よしです。はい、どうも、二度でスタリスタイユです。おー、ということで今回ちょっとうちのね、ブリーチちょっと塗っていくんですけど、ちょっとゼロテクっていうちょっと技術やってるんですけど、僕ちょっと新しく頭皮だけにつけるブリーチをちょっと、お前ズタズタやないか、それお前。サンキューな、はい、サンキューなって、そのまま任せてください。サンキューなって、怖いな。頭皮だけにつけていきます。頭皮だけに。じゃあ、俺カズシのリアクションばっか気にしてもらうの分かる？あいつめっちゃ笑いよりやん、うん、俺あおもろいんかなみたいな、うん、あいつ肝あんまつぼらんから見た時は笑って笑ってると思う。あ、いい感じなんかと思うんですけど、定食屋に関してはほんまに面白ないんで。それでは宇野と畑田によるおもんない芸第2弾どうぞ。あれ、伝説の定食屋ちゃん、へいお待ち。お前が行くかい。でもへいお待ち。キレてる、うつれよっていうね。そんだけ定食を好きで、マジで言ってる、あれマジで思んないんやけど、俺も自分やってて思う、おもろい。ほんまに俺的には好きやぞ。俺も好きやったけど、マジですか。どこに面白さ感じるんすか、あれ。なんやろ、逆に知りたいですもん。クスッとしてしまう。ほんまに。小栗旬のモノマネとかやってみて。じゃあ、今からちょっと小栗旬さんのちょっとモノマネを、ちょっと電車のドア閉まる音やって。プシュ、次の電車だ。シャッシャッシャッ。なんか似てそうなやつないんすかね、僕って。なんかあんま幅広いだけで別に大衆生まないやないですか、なんか、うん、こう引き出しがいっぱいある感じやろな。なんかないですかね。工藤新一は好きやけど。工藤新一、バーロン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 、おい伸びた、おい伸びた、野球しようぜ。一人で喋って、一人で笑えると幸せもんや。いや、まあ、楽しいですね、毎日。いや、僕、いや、最近、ほんまにやばいなって思われて、自分でも。僕、一番びっくりしたのが、僕、家に、家族いる思って、僕、妹いるんですけど、妹いると思ったんですよ、部屋に。で、僕、サッカー見てて、その時、テレビで。で、日本と、なんか、どっか、ママ強いとかやってたんですけど、なんか、1点取り寄って、おい、1点取り寄ったでー！言うて、ちょ、見ろ見ろとか言うたら、誰もいいみたいな。俺一人やったんや、みたいな。一人でずっと喋ってました。今日ご飯なんなんとか言いながらも普通に一人で喋ってましたね。すげえな。びっくりしましたね、お前。それはさすがにないわ、俺も。ほんまに？幸せもんやな。いや、ほんま怖いですね。でも一人暮らしでこういうのしてたらほんま怖いですね。やばいと思う。それって一人ごとなの？一人ごとやろ。今も一人ごとやる？え？よし、はい、じゃあちょっとブリッジ2発リタッチ終わったんで、ちょっと本から塗っていきます。お願いします。はい、結構いい色になるんで楽しみにしてください。よし。よし、じゃあこういった感じでいい色になりました。はい、今からスタイリングしていきます。よっしゃーいっす。本日使うワックスはよし、ファイバーとフォール1対1で混ぜてスタイリングしていきます。とりあえずこの子すごい傷んでるから、髪の毛ワックスめちゃめちゃするから、ワックスはちょっと気持ち多めで、もうそういうちょっとダメージモードの人はちょっとワックス多めでやってあげることが一番いいですよ。結構多めに足したんです、入れて、つけたんですけど、まだ足りてないぐらいなんで。ちょっと新しくなったな。いや、新しいですね、うん、なんか僕も新鮮です。新鮮、いい感じだったんで。いや、いいですね、めっちゃ綺麗になりました、ほんまに、うん、まあ、こういった感じでちょっとウッチーをもっと人気になってもらえるように、はい、かっこよくさせていただきました。ちょっと汚すぎたんで綺麗にさせていただきました。こういった感じでイメチェンしたい人もかっこよくなりたい人もぜひルーツに来てください。はい、バイバイ。バイバイ。